和田津でございます。部屋が寒い、今日めっちゃ寒い。いいね、ゴールデンタイムもできるし、これから昼間も配信できるよ。いい感じですよ、うん、おい、たくみさん、和田津ネクいらっしゃい。和田津寒い。ステッカー後で24時間やってる、お店っていうかショップにね、和道グッズ作りに行きます。アカウント違うけど、あ、バレーニョなんだこれ。カナリア知らなかった。孫子にブロックかけられてるんで、このアカウント。え、なんでブロックされたの？え、どういうこと？なんでブロックされたの？前からブロックされてたの？前から孫子バレーニョさんブロックされてるってこと？それともいきなりブロックされたの今日？なんかあったの？何なんだろうね。え、ブロックされたの？なんで？なんか都合が悪いことあったのかね。うん、俺はのんたんと話してたから全然見てなかったけど、なんかあったの？うん、何やってんの？なんでブロックなんだろうね。あれ、タバコとかやったかな。おい、なぎたいらっしゃい。法案課からのんちゃん、タバコとか。ありがとう。なぎたんブロックされたの？以前ペイちゃんの枠でネットファンドの件でああだこうだ正論ぶつけたらブロックされました。ああ、なんかネットファンドがどうのこうのってすごい手伝ってくれってめちゃめちゃ言われてたんだよね、俺。そう、なんか、その事業を立ち上げて、これはやばいことになるみたいなこと言われて。ブロックされてない？うん。なんかこれで、なんかすごい巨万の富が生まれるみたいなこと言われて。うん。で、なんか仕事、すごい手伝ってくれっつって。で、関われないよっつってお断りしたんですよ。うん、ペイちゃんの件、うん、もうやめちゃったみたいなんだけどね、うん、なんかずっとそれやってたみたいだよ、ニコ生引退したからは、うん、まあ俺はその YouTube ライブの仕組みとか知ってたから、ふわっちとかもあるし、多分配信サイトでやれないと難しいんじゃないっていうことは言ってたけど、だからキャンプファイヤーのなんか配信者版を作るみたいなこと言ってたね、うんうん、飯食ってないんだよ、飯食ってない。なんかのんたんと話したんだけど、もう俺の部屋でガシして死んでやるって言ってるから、ご飯食べ行こうってずっと誘ってんだけど、もう私は餓死するのんたんの家でってはい、あつしさん、またつゆ団子ありがとうございます。団子ありがとう。で、いや、ちょっと困るっつって、餓死はしないでくれないって言って、でものんたんは餓死するんだ、和田さん知らない、一人でご飯食べろっつってさ困っちゃってるんですよ。だから俺もご飯食べれてない今。はい、ワード2。うん、困っちゃうよな。ご飯食べてくれないんですよ。もう3日ぐらい食ってない。のんたは何日食ってないの？3日？3日？
3日飲んじゃ、3日も食べてないの、ご飯。食べなきゃ死ぬぞ、本当に。いや、途中までは見てたけど、ご飯食べ行こうと思って。ああ、ごめんごめん、モリソンさん。いや、だけど、ブロックされたの知らなかった、全然。15分ぐらい見てたよ。15分ぐらい見てたよ。全然見てたよ。悪い悪い。お前のためにっていうかさ、もう話が二転三転しすぎてて、もうめちゃくちゃだったから、もう嫌になって、いいわと思って。全然こいつ、俺と言ってること全然違うじゃんとか思って。話になんねえわと思って、気分悪くなったから見るのやめちゃったよ、俺。途中で。話が嘘ばっかりなんだもん。さっきのアカウント、パルパル監視用の囲いのフリッシュ、あのサムネしてるんで、不快になったらごめんなさい。ちょっと面白い。あ、これパルパルなんだ。パルパルの顔なんだ。あ、いいじゃん。潜入捜査で。俺はパルパルは大嫌いだからね。はい、黄色い鳥さんはどつ。いや、モリソンがすごいつついてるなと思って面白かった。でも、途中からモリソンのコメント読まなくなったからね。なんでなんだろうね。マミリンと、ね、モリソンのコメント読まなくなったから、聞いてるのかなと思って。はい、ワード2 WCB? とか言い始めて、ちょっと面白かったよね。なんで読まないんだろうなと思って。ねえ、無菌室でも使えるみたいだしね、いい病院だよ。でもね、頑なにやっぱコラボは拒んでこなかった。どうなの、スカイプで凸とか絶対しないって言ってたでしょ。絶対しないと思うよ。情報開示も絶対しないと思うよ。まあいいんじゃない。もうボロ出まくり。ほうほう。何、その看護師としてはどの辺にボロがあるっていう風に感じたのか教えてもらいたいかな。のんたん、お腹は空いてるの？すかない。のんたんお腹は空かないらしいもん。ガスするんだって。ニコ生引退した時のことを話してた。子供の病気を使った引退詐欺だったって言ってた。まあ、それは信用を失うよな。どうボロが出まくりなんだろうね。でもなんか相当ブロックされたらしいよ。なんか、バレーニョさんもブロックされたって言ってた。カナリアさんがブロックされて、これバレーニョさんでしょ？で、モリソンさんも孫子にブロックされたるって。なんでブロックするんだろうね。和道リスナー歓迎っつってたじゃんね。なんか都合が悪いことでもあったのかね。なんだろうね。まあでも話聞いてて、ああ、もうこいつはあれだな、典型的な嘘つきだなっていうのはもう確信したよ。もう何回俺、スカイプで頼まれたか。1時間だけっつっても2時間ぐらい喋ったりとかさ、愚痴だけでも聞いてよとか言って、話どうしても聞いてよっつって。もう仕事の時のあの媚びの売り方何だったんだろうとか思って。見栄と建前で生きてるんだね。本音で話せないんだよ。自分のリスナーの前じゃカッコつけられないと生きていけないのかね。しょうもない男だよ本当に。新しいフォロワーさん、ゆうさん、なぎささん、高橋由伸さん、ロータリーさん、フォローありがとう。髪をパラパラして、髪をパラパラして検査を探すようにしてたけど、なんか無菌室で髪パラパラするようなもの持ち込めない。俺だってできるよ、そんなの。あ、血液検査？血液検査の、いや、血液の結果なんだけど、って。俺でもできるけど。いや、書類あるよって。あ、ここにも、あれ、クリアファイルあるんだ、みんな。ほら、クリアファイルがあって、で、その中に、ドラゴンボールのスタンプラリーの書類も入ってるし、あれだね、水道料金払えっていう、ね、紙も入ってるよ。ごめんね。ごめんね。俺、顔出ししてないんだ。ごめんね。俺、顔出しは全然しないんだ。ね、誰でもできるよね。誰でもできちゃう。かっこいいよね。メリットがないっつったよね。
書類を見せることはできるけどメリットがないっつうんだね。メリットがないと何もやらない人なんだね。検査結果本人に渡しません。いや俺超笑ったのが、みんな超笑ったのが、いや検査結果をね聞いた時はもうへこんだよ、1、2ヶ月へこんだよ。聞いたあれ、検査結果を聞いた時は1、2ヶ月はへこんだよって。え、検査結果出たの3月じゃなかったの？え、検査結果って出たのって3月の14じゃなかったの？あれは笑ったよな。もう爆笑したんだけど、俺。爆笑したんだけど。1、2ヶ月は辛かったよって。え、って白血病の検査結果って3月に出たんじゃないんですかって。設定大丈夫って。な、俺のコメントをね、読むとボロ出るだろ。つぼるよな、本当に。いつか痛い目見るよ、あれ。新しいフォロワーさん、モロリさんフォローありがとう。で、やってたでしょ？ FC2 でチンチン出してますよとかやってたじゃん。バカ野郎、顔出しできねえ配信者じゃねえんだよ、こっちは。バカ野郎、チンコも出すわ、配信者だったら。こっちには怖いもんないわ。全部出してるわ。泣くところも笑うところもチンコも全部見られてんだよ。チンカスで聞くと思うなよ。顔も出せねえ配信者と違うんだから。さすがに苦しかったよね。俺ももう吹いたもん。1、2ヶ月は辛かったよ。検査で結果出た時、つって。クイックでコメント打っちゃったもんね。もう笑ったよね。苦しいの、苦しいの。いやー、笑うよね。スタンプラリーの詳細。いや、それがさ、スタンプラリー、職場の人が全部押してくれて、スタンプラリープレゼントしてもらえたんだよ。そしたら、期限切れててピンバッジ手に入んなかったんだよ。全部押してくれたの、職場の人が。で、ドラゴンボール好きでしょって言って渡してくれたんだけど、俺がね、交換するの忘れちゃってたんだよね。病気は病気っつって俺に本当だって言ってるから、俺は信じるっつってんのよ。ただね、その病気のことをね、ワドの呪いだっつっておちょくってんだよ、俺のことを。だからふざけんなっつって、それだけは認めねえよっつって揉めたのよ。そういうのはなくねえかっつって、もういじくり倒してたから、じゃあお前のことを今からネタにするわっつって、呪いだ呪いだっつうんだったら俺も話すわっつって、もう俺もネタにさせてもらってんの。で、孫子の病気が本当か病気か詐欺かっていうことで、もう覚えてる、アイラ、もともとなんだっけ、娘さんの病気で俺引退するっていうくだりとかも知らないわけじゃん。全然話分からなかった。いいよ全然。とにかくムカついてんだよ俺。仕事上病気ネタにして詐欺まがいな行為許せない。和道さんの呪いって言われてるのも。いや、許せねえよ、普通に。それで頭に来てんの。俺は別に病気か病気じゃないかを争うとは思ってないの。別に。本気で。ただ、もし嘘だったら、本当に許されないよっていうことは言ってる。ただでさえさ、白血病で苦しんでるリスナーさんなんて5万といるんだよ。でしょ？で、もうおかしいおかしいってなってるのよ。なんか、さっきも、病気発覚した時は辛かったっていうコメントがあって、1、2ヶ月は苦しんだとか言って、え、どういうこと？みたいな。3月に 告知されたって言ってなかったとか。で、書類はあるよって言っても、なんか、全然食い違ってたりとかして。そう、看護婦さんがいるのよ。そう。それで、もうバッチバチにやり合ってんだよ。信用落としてるんだよ。そうそう、絶対ボロ出るから。専門用語並べてたらいいって問題じゃないから。だしすげえ腹立ったんだけど。いや、もう和道手伝ってよ手伝ってよってさ、仕事のことずっと言われてて手伝ってきたのにさ、自分の都合で保護にして連絡も一件もねえし。よく人のこといじれるよな。マジで全然ないと思うよ、本当に。おい、若尾、ラスマンいらっしゃい。まあ、そんなもんだよな。ボロボロ？
俺はほら、専門知識のその WBC とかわかんないし、その赤血球がどうとか血液検査表ね、見てるのは見てると思うんだけど、本人が手元にあるんだろうけど、その数値とかは見れないから、専門用語全然わかんないから、白血球の数が3万って言われてもわかんないしさ。てか難病の患者でしょっちゅう看護師とか見に来るもんだと思ってたけど、配信できるほどボロッと。この前90分やってたよ。昨日かな。昨日90分看護師なんか来なかったけど、ずっと俺のコメント必死で読んでたけどね。ちなみにうちの病院では入院中に赤血球検査は次回の検査前までに渡す。俺はその辺医学の知識がないから分かんねえわ。ごめんね。だからそこを言うのはおかしいと思ってて。ただ疑われてもしょうがないことをやってるよね。少なくとも俺と俺のリスナーディスってるわけだから。俺は俺のリスナーディスったら許さねえから俺は絶対俺のリスナーをディスったやつは許さねえって決めてるから。言ってること全然違えじゃんな。和道リスナー大歓迎だよっつって、なんでブロック何人も入れてんだよな。ブロック入れられたんでしょ。おかしいだろ本当に。まあいいんじゃない、もうこれでだいぶめくれたでしょ。パルパルと同じ、まあまあまあ、パルパルの方がまだいいよね。正々堂々本人で米打ってるからね。だって明らかにあのタイミングでさ、和道放送やってたのとか言ってたけど、絶対知ってるじゃん。絶対ロムってるに決まってるじゃん。ねえ、孫子軍団でさ、閲覧がさ、100ぐらいから150まで一気に伸びたタイミングがあったの。あ、これ DM でポンプ入ったなってもうわかるんだから。俺が何年配信やってると思ってんだよ。そろそろ枠開くなっていうのも全部わかってるから。閲覧の伸びで全部わかるんだよ。大手がいなくなった瞬間に閲覧伸びるのはわかるんだよ。入れ替わりがあるんで、引き継ぎって言うんだけど。そうじゃなくてね、あんな伸び方するっていうことはね、自分のリスナー引き連れてロムってたんだよ。全部バレてるから。当たり前じゃん。でもね、彼はね、絶対俺とは話さないよ。絶対話さない。自分が負ける相手とは話さないから。自分の枠の中で絶対やる。ですね、滅菌室ってガラス越しなので、いつでも医療従事者に監視できるようになってるんですよ。はあ、なるほど。なるほど、なるほど。そうだよね。滅菌室って重病の重病だもんね。いつ何があるか分かんないもんね。ミュウツーは今枠開いて、孫子にブロックされたって枠やってるね。孫子にブロックされたっていう枠やってたよ。今終わったのかな？あ、今やってる。31人集めてる。潰瘍性大腸炎になりました。おはようございます。本当なの？大丈夫？まあそりゃそうだよな。滅菌室何あるか分かんねえんだもんね。ミョウツー即風呂ってことは今されたってこと？言ってることは違くない？あれ、揉めた時にブロックしたよって言ってたじゃん。ってことは俺の枠ロムってたってことでしょ。ほら、めくれたでしょ。もともとブロックしてたみたいに言ってたけど、俺の枠ロムっててブロックされたっていうことでしょ。違う？合ってるよね、多分。だから俺の枠見てたんだよ。ワド放送やってるの？とか言ってたけど、ずっとロムってたんだよ。それで俺とミュウツーとの会話を見ててブロックされたんだよ。めくれるぞ、めくれるぞ。めくれるぞ、これから。めくれるよ。親父が急性白血病で亡くなったんだけど、初めは抗がん剤きつくて配信できないよ。もうだって次の日から配信やってるよ。告知をされて、次の日だか、次の次の日だかからやってるよね。苦しいな。ウッドさんいらっしゃい、若津。もう苦しいな、本当に。引退詐欺師は配信ネタでちゃんと書きましたのこと。は？どういうこと？引退詐欺師配信は？ネタ配信でちゃんと書いてました。ネタ配信ってちゃんと書いてたってどういうこと？もう娘のためにって言ってやらないっつって引退したんだけど。黄色い鳥も俺もそれ見てるんだけど、ウッドさんそれ見てないから言いくるめられてんだよ。
違うよ。娘との時間大事にするっつってやめていなくなったんだよ、1年ぐらい。1年ぐらいやってなかったから。ここ最近で復活したの。ふわっちでいきなり。和道さんの枠見てましたよ。声がちょっと震えてましたよね。すごいよね。完全に監視して、で、あれだよ。すごいね、閲覧とか言って。誰から来たの?知ってるくせに。即ブロ、あ、ミュウツーいらっしゃい。え、なに?前までは見れてたの?今日ブロックされたの?さっきの枠でブロックされたの?どういうこと?ちょっとミュウツー教えて。うん。苦しいね。苦しいね。抗がん剤ってテレビとかでしか副作用見たことないけど、苦しくてろくに話せないと思う。いや、どうなんだろうね。俺はそら、医療のその、身内に抗がん剤使った人とか見たことないから、わかんないからさ。だけどまあ、信用は失うよね。言ってることと全然やってること違うもん。うん。全然違うもん。もう俺全部論破できるよ。全部リアリティのある話できるよ。俺。うん、その会社手伝っての件もどういう風な感じで言ってきたか、何やろうとしてたかも全部、俺は、あの、降りたの。もう嫌だっつって。めんどくさいし、時間がないし、っつって。そう。ちょっとシャア専用みたいな現象来ます。行ってらっしゃい。昨晩はブロックされてなかった。完全に俺との枠ロムってたんだよ。分かったでしょミュウツー、これで。分かったでしょどういう人間か。俺、和道の枠見てないから分かんないなって。分かってなかったらどうしてブロックすんだよな。おかしくない？もう聞いてるんだよ。もうめくれるのが怖くて怖くてしょうがないんだよ。知らない人がいると思って好き勝手吹かすよね。でしょ?もう新規取り込みたいっていう感じでしょ?うん。お前リスワン邪魔されたのまだ根に持ってるの?全然俺取り返したもん。リスワン。根に持ってない、その件に関しては。まあ、さん。全然別のこと。今の状態に対して孫子は論破できますよ。全然論破できるっしょ。だって言ってることちぐはぐすぎるもん。うん。ブロックのタイミング完璧だからね。この孫子は顔出し絶対しないよ。あ、顔出しはもともと前やってたから。うん、前やってたから。俺は顔知ってるから、孫子の。LINE とかで顔出しで普通に会話もしてるし。全然知ってるよ。引退詐欺は視聴者稼ぎのためにやりましたで、天城小月は絶対にやってないだって。天城不古事記やってない?やってない?ウッドさんそれ知らないでしょ?黄色い鳥さ、天城不古事記やってないだって、孫子が。天城岐阜受け取ってないだって。ニコ生見てた人は絶対ありえないから。天城不どんだけもらってるか。よく言うわ。よく言うわ。天城不ちょうだいっていう話ずっとしてたよね。うん。娘のために、つって。娘を喜ばせたいとか言って。よく言うわ、すげえな。まあ、さすがにそこまで開き直ってくるとすごいね。確実に天城譜もらいまくってるから。いや、やり方なんだよ、それが、彼の。彼のやり方なんだよ、もう。ほっといてあげよう。もうめくれてるから。ここにいる人たちみんなわかってるでしょ。ブロックされたとかさ、その都合のいいところだけスルーしたりとかさ、告知された時はきつかったよって。1ヶ月、2ヶ月はへこんだよって言っちゃうんだから。それはな、白血病でな、告知されたらな、1ヶ月2ヶ月減らるよな。ね、告知されたのまだ2週間前だけどね。減らっちゃうよね。うん、てか、ニコ生の損知らない人そんなにいるの?まあ、ふわっちだから。うん、だから、ふわっちでやってるわけだから。いやー、めくれてきてるよ。ミュウツーはもう、腹渡にえくり返ってると思うよ。うん。はい、花火ありがとう。バカだね。敵に回しちゃいけない。おお、花火5発ありがとう。バカだね。俺のことディスって俺のこと敵に回さなきゃよかったのにね。バカだよね。バカはバカだね。相手が悪かったな。うちのリスナー頭いいから。うん。そんなね、いい人で騙されるそうじゃねえから。疑り深いくて勘繰り深いよ。うちのリスナーは。マミリンさん花火ありがとう !5 発ありがとう。そうだね。これはつついていこうか。じゃあ、孫子のさ、あれ、キャプってくるわ、今。孫子の、病院のサムネ検証しようぜ。画像検索で。まずそっからだ。よし。病室の写真、キャプりまーす。よし。俺の Mac を起動するときが来たな。Mac でキャプろう。ふわっち、そうだね。最近増えてきたけどね、ニコ生のリスナーさん。じゃあ、そろそろ行きますか。
タイムシフト消すなよ。孫子、タイムシフト消すなよ。めくってやるからよ。おい、ありがとう。検索引っかかったらもうアウトでしょ。俺が今寝てる病院から撮った撮影だってなってるわけだから。じわじわ行こうぜ。ねえ。誰が詐欺師なのかめくれちゃうよ。さよならちゃんだよ。よいしょ。これでも俺でまだ良かったよね。鮫島さんとかさ、他のさ、大手に絡む前でまだ良かったと思うよ。だって便所太郎さんも心配して見てるからね。便所太郎さんも生存確認って言ってよくコメント打ってるから。やばいよ、便所さんとかさ、アイラとか敵に回したのもアウティーだよ、これ。イケイケゴーゴーチャンスだね。イケイケゴーゴーチャンス。娘の病気をネタに引退詐欺ですか。いい根性してますね。さあ、どうだろうね。めくれてきてるよ。本性が出てきてますよ。本性が出てきてるよ。ちょっと待ってね、キャプルから。病室の写真と4。ちょっと待ってね。滅菌室。よし。Google。画像検索。俺は孫子のことを信じてますから大丈夫ですよ。いや、ネタがなくなったらさ、人の名前出すとか言われたけどさ、俺もともとお前の話題なんか一切スルーしてたんだけどっていう。初めにネタにしたのはどっちかな？初めにネタにしたのはどっちかな？俺は、あれだよ。ディスられたらディスり返してるだけだからね、全然。お、出てこないね。ちょっと待ってね。画像検索。類似の画待って。これってどういうこと？誰か詳しい人いない？これってどういうこと？これってどうやって検索したら出てくる？誰か特定班いない？誰か特定班いないっすか？ヤフーで検索すればいいのかな？これヤフーで検索したらいいの？これってどういうこと？ちょっと俺、Google 画像検索初めて特定するからわかんないんだけど。これ。これって、どうすればいいの？俺ちょっとわかんないんだけど。ググって、誰か。ちょっとそのままオッケーオッケー。誰か協力して、俺、特定班じゃないから。一致した画像を含むページ。要は、この孫子のやつをキャプってファイルアップロードしたの、Google 画像検索で。
そしたら、なんか、一致した画像が、こういう風に出たんだけど、これは何？アウティってこと？これ、誰か協力して、特定班。これ、どういうことだろう？泉マナの現在。泉マナの現在で検索すればいいってこと？泉マナの現在で検索すればいいの？ヤフー画像で。ちょっとやってみていい？俺。泉マナの現在でヤフー。誰かさ、泉マナの現在で画像検索したらこれ出るの？どういうことなん？これ。俺、Google でしかわかんないから。これどういうこと？ヤフーにあるわけないじゃんね。ヤフーにあるわけないじゃんね。孫子の画像だもん。海老蔵さんの娘さんの闘病生活中にアップした画像を拾った。泉マナ。あれれれれれ？あれれれれれ？苦しいの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 ？わかった。どっちが嘘ついてるかわかった。どっちが嘘ついてるかわかった？みんな。どっちが嘘ついてるかわかった？ネットの世界はな、常に正しいやつが勝つんだよ。苦しいの。じゃあ、検索します。泉マナで検索します。泉マナ、現在と。苦しいの。ツイッターが出てくる。もしくは白血病の闘病ブログ書いてる人。元 AV 女優なんだ、この子。これをヤフーで検索すればいいのかな？ヤフー。これ裏取れたってことで OK なの？ちょっと俺が今、使いこなせてなくて申し訳ないんだけど、ツールを。これ裏取れたと思っていいの？白血病闘病ブログ書いてる人。ちょっと待って。ガチガチに証拠取りに行こうぜ。画像のタイトルとか分かったらいいんだけどな。確定まで気を緩めちゃダメ。OK、任せろ。俺は Google 先生信じるから。特定班、うちにも今欲しいな。特定班欲しいな。今、和道ファミリーたちが全力でこの件を検索しまくってるんだよね。生ポ変換しろ？ DM しました。お、ちょっと見てみようか。DM。え？俺がこんな感じなの？これって、キャプってもいいの？マミリー。これってキャプってもいいの？あった！アイラ！ URL！ URL！ アイラ！ URL！ キャプっていい？メッキ室って多分見たことない人多いと思うから、マミリーは今画像送ってくれたから、ちょっとキャプるね。メッキ室ってこんな感じらしい。ちょっと待って。アイラ、ちょっと待って。アイラ、それ俺に送って。アイラ、俺に送って、その URL。 めくれてきたねー。こんなのね、よくあんな平気で嘘つけるよな。メッキン室ってこんな感じらしい。
滅菌室って そのこんな感じらしいよ。ここで今配信やってんだって。 LINE でいいよ、 LINE で。こっから配信してんだって、孫子。こっから配信中らしいよ。こんな感じのところから。LINE 来るか。URL くれい。よく、アイラもこういうの得意なんだな、やっぱ IT。すごいね。すごいね。よく見つけたな。俺全然検索してるけど見つからないよ。アイラの血が騒いでるよ。アイラの血がざわざわ騒いでる。出てこねえな。その泉マヤだと。ツイッターの画像を引っ張ってきたのかな？特定してたのかな？どんな感じなんだろう。まだね、証拠が固まるまではね、まだグレーだから。まだグレーだから。携帯とかしかあるっていうか、没収されます。滅菌室の中では使えない。いいね、この感じ。香ばしいね。アイラサンキュー。画像はどこにあるんですか？う、今探してる。ちょっと待って。うん、アイラ、俺同じ検索画面出てんだけど、出てこないよ。アイラ？アイラいる？同じ検索結果見てるけど、出てこないけど。どこにある？え？どこだ？あ！あ。あ。あれ？あれ？ちょっと待って、これ。ちょっと待って。あ。あ。あれ？ちょっと比較しようか。ちょっと待ってね。比較しよう。これはちゃんと撮ろう。ちゃんと撮ろう。ちょっと待って。まだ先急がないで。まだ先急がないで。ここは冷静に対処しましょう。ほう。ちょっと待って。俺が検証する、今。画像保存。ちょっと待ってね。裏撮ろうね、みんなでちゃんと。ちゃんと裏撮ろう。ちゃんと裏撮るよ。ちょっと待って、準備中ね。コメントをこれで。完全に一致かどうかを今、検証します。みんなと一緒にやります。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。今から検証します。検証準備いい人、検証準備いい人、手挙げてください。検証準備 OK ですか？あ、ちょっと待って。ツイッター、こっちのパソコンに画像あるから、今から検証します。OK。はい、ワードツー。OK。これファン減るよ。大丈夫？これでも囲うんだったら本物囲いだわ。な、言っただろ。囲いってバカだから。俺は囲い嫌いなんだよ。囲いもアンチも一緒だからね。検証しましょう、みんなで。ちょっと待ってね。今、その、パソコンの画像の移動だけするから。うん。今、配信でキャプるからさ。待って。もし間違ってたらごめんね。もし違かったらごめんね。俺の勘違いだったらごめん。そしたら本当にごめんだわ。どうしよっかな。ツイッターで DM、うん、どうやって画像転送すればいいんだ。画像転送は DM で俺のサブアカに送ればいいか。どうしよっかな。LINE に送ろう。LINE にからで送ろう。LINE で送ります。ちょっと待って。うん。お前キモすぎ。すいません。検索の仕方とか、それを今から、やってみるって感じ。それを今からやってみる。まだ確証はないから。正直。ナマズさんいらっしゃい。まだ確定ではないかんね、みんな。そこだけ。はい、ワード2。ハリーさんいらっしゃい。すごい鳩飛ぶんですね。私が本当に看護師ですってガチなんですか？やめない。いいよ、いいよ。マミリ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。大丈夫だから。リスナーさんはちゃんと真実が伝わったら、
なんつうの、叩かないから。今その割れてるから叩いてんだよ。だけどもし俺が本当のこと言ってるっていうのが確証、証拠が出た瞬間、全員リスナーは味方に変わるから。俺は知ってるから、配信長いから。今は割れてるからこうなってるだけ。今は耐える時期。ただ俺も賭けに出てんだよ、正直。俺だって言ったんだから、うん、俺だって言ったんだから賭けには出てるからね。リスク背負ってるからね。俺間違ってたら俺が叩かれるんだからさ、うん、相変わらず気持ち悪い。プレジいらっしゃい。ちょっと待って、うん、ちょっと待って、うん、ちょっと待ってね、アイラ。ちょっと待ってね。どうすればいいんだ。俺のステアカにメモ帳、これか。これにまず添付すると、みんなもうちょい待ってね、ごめんね。デスクトップ、これか。オープン。探偵ごっこじゃなくて、もう徹底的に嘘がめくれてきたから追求してるだけだよ。嘘がめくれまくってんの。ちょっと待ってね。なんか転送がうまくいかないな。なんだろう、うまくいかない。なんでだ。俺はだから本当に信じてなんだよ。ただ あっからさまにガンガン言われるからおかしくねって言ってるだけで。なんかしかも俺のことを確実に、俺のことは俺に嘘つかれてるの分かるじゃん。俺は、あ、今俺のこと嘘ついてるって俺は分かるから、だからあれってなってきたのよ、俺の中では。あれ嘘ついてるなって。そう、ちょっと待って、パソコンが遅れねえな。なんで画像転送できないんだろう。ちょっと待って、 LINE が調子悪い、落ちちゃうわ。もうちょい待って、 LINE が落ちた。もうちょい待ってね。あ、来た来た。ちょっと待って、これをまず、まず孫子の方からキャプっていい？孫子の方からキャプっていいですか？孫子とマナちゃん、要は画像検索の方と、どっちからキャプってほしい？みんな、どっちからキャプってほしい？どっちからキャプってほしい？書いて。孫子の方かマナちゃんの方か。孫子かマナちゃん、孫子かマナちゃんか書いてください。孫子かマナちゃんか書いてください、お願いします。いや俺、あれ放送見れてる？放送、ああなんだ、放送見れてる。これコメント止まったな。まずは孫子、放送見れてる？みんな、まずは孫子ね。ちょっと待ってね、孫子から、ちょっと待って、ちょい待って、なんかバグってる。見れてる？これをダウンロードね。ちょっと待ってね、ダウンロードってどうやってやるの。あった、ダウンロード、デスクトップと保存。いくよ。じゃあまずこれか、画像をクリックして参照で、これが孫子の方だよね。これで OK？ 孫子の配信画面で今病院からやってるって言ったのこれで OK だよね。これで OK？ 見れてる？あ、違うかもしんねえな。違うかもしんねえわ。違うな、これ。あ、ごめんみんな、違うわ。違うわ。あ、ごめん、俺がミスったわ。全然違った。画像全然違ったよ。あ、ほんとごめん。うわ、悪いことしたな。
全然違った、みんな。全然違ったわ。ほんとごめん。いやー、孫子に悪いことしたわ、俺。あ、ほんとに悪いことしたわ。全然ちげえじゃん。うわ、孫子ほんとごめん。うわ、なんだ、俺。ちょっと吹かしすぎたわ。え、どうしよう。いや、今回の件は俺が悪いわ。全然違う画像じゃん。全然違うじゃん。え、どうしよう、俺。引退した方がいいかな。え、どうしよう。全然違う画像で疑っちまったよ、俺。なんてやつだ、俺は。最低だわ。詐欺師だわ。つい調子に乗ってさ、こんなに友人を。はーい。一発でーす。全然違ったな。あー、これどうする、これどうする。俺、あ、死んだ方がいいかな。コンセントの数も違うし、電球も違うし、やべえな、やべえな、これやべえな。やっぱ全然違うじゃん。画像全然違うじゃん、これ。ねえ、拾いがじゃないよね、これ。あ、どうする、これ。ほら、全然違う画像だよ。ねえ、まさかね、ベッドから写した写真だもんな。ベッドから自分の病室を写した写真だもんね。全然違った、ごめんね。いや、すげえな、これ。すげえな。あ、俺ほんと人として最低のことやっちゃったわ。あ、そうだね、確証ないのに人のことをね、ねえ、病院の写真出せよって、いや、これ俺の写真だけどってね。孫子かわいそうだね、ちょっとね。孫子に謝らねえと。孫子、孫子、ごめんね、ごめんねー、ごめんねー。ウェイウェイウェイな、はい、正義は勝つぞ。花火ありがとう、花火ありがとう。みんな、これが配信だよ。これが正しい花火の上がり方だよ。うん、病気で、ね、病気でね、銅像引いて花火なんて。さあ、向こうの囲いは今どんな顔してんのかな。さあ、じゃあ、孫子の放送見に行きましょう。お疲れ様でーす。お疲れー。ありがとう、花火ありがとう、花火みんなありがとう。正義は勝つ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。